プレイナンバー4の2エールズフォースダウン2。プレイを選択します。ギャンブル。ギャンブル失敗。クォーターバック18番パスを投じようとしましたがスクランブル。しかしこれは、佐藤建設66番がアジャストしノーゲイン。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー。